川端です。よろしくお願いします。今回は2023年埼玉県の問題となります。二次関数のね、変域の問題ですけれども、y イコール 2x2 乗においてですね、 x の変域が a 以上 a たす4以下の時、 y の変域が0以上18以下となった、その時のこの a の値を求めなさいという問題です。まず二次関数の変域の問題で応用的な問題が出てきたら、必ずグラフを書いて考えるようにしましょう。そうするとですね、まあ y イコール 2x2 乗っていうグラフがありまして、で x の変域が a 以上 a たす4以下、まあここがね文字になってるのはちょっと嫌な感じなんですけども、まあこっから分かることとしては、まあ差が4ってことですね。この x が一番小さい値から x が一番大きい値のその差が4になってるよと、差が4の間で考えますよと。で y の変域は0以上18以下で、そうすると y が18になる瞬間があるわけですよね。まあその時の x の値ちょっと求めておくと、18イコール 2x2 乗で x2 乗イコール2で割って9、よって x イコールプラスマイナス3って出ます。なので、マイナス3と3の時に y が18になると。で、そしたらですね、この y の変域0以上18以下で、まず0以上っていうのはですね、ここが y の値0なので、この x の変域はですね、0をまたがってるってことがわかるんですね。まあ、例えば、マイナス2から2とかですね。この x の y の変域が0以上って言って、だから0を必ず原点を通ってる。この x の変域が a から a たす4なんだけど、その間に必ず0がありますよってことです。で、さらに今、この x がマイナス3、もしくは3の時に y が18になるわけですから、この左端か右端、どちらかが、その x の値を代入すると y が18になると。そうするとですね、例えばここですね、ここにちょっと注目すると、左端がマイナス3の時ですね。でこの時だったら差が4なので、マイナス3に4足したら1ですよね。そうするとこっからここまでだったら、確かにこれy の変域0以上18以下になりますね。こっからこうやったら一番小さい値が0、一番大きい時18ですね。なので a イコールマイナス3っていうのが一つ答えになるとわかります。で他にないのかっていうことなんですけども、まあ、全て求めるっていうことは他にもね、やっぱりあるってことですが、今度は右端ですね。右端のところが a たす4になると。で差が4なので、まあ、つまり a たす4が3、これを解くと a イコールマイナス1と出るわけなんですけども、でこの時というのは、ここ a がマイナス1になるから、マイナス1以上3以下、つまりこういうことですね。マイナス1から3でこうなりますね。でこの時は確かに y の変域、あ、 x の変域が0をまたがっていて、なおかつ最小値が0で最大値が18になってますね。なので、a イコールマイナス1っていうのも答えになりますよね。ということで、答えは a イコールマイナス3とマイナス1が答えになります。ということでですね、まあ、グラフの、まず書いてですね、これ、差が4だから、まあ、4ずらしていきながら、で、y の平均0以上、あ、原点通ってんなとか、で、左端か右端の x 代入したときに y が18になるなとか、その辺考えていくと、ちょっと試しながらやることによって解くことができる問題です。ただですね、この問題、これ埼玉県の学校選択問題ということで、やはりちょっと難しめの問題です。結構これね、生徒にやらせると解けない問題かなと。高校生になると二次関数のグラフが、まあ、原点 O から頂点がですね、O から離れていって、まあ、最大とか最小値とかね、散々求めるので、こういう問題に慣れてくるんですけども、まあ、中学生はちょっとこういう問題ね、あまり慣れてないので、結構できてなかったんじゃないかなと、私は個人的には思ってます。どうですかね。以上で解説を終わります。では。